ダーパグランドチャレンジにおけるテラマックステラマックスはアメリカ合衆国のオシコしこ社が開発した無人自動車の商標である。MTVR をベースに作られた無人補給車であり、輸送任務における兵士の損害を減らすためにオシコしこ社パラマ大学のバイラブとロックウェルコリンズによって開発された。ダーパグランドチャレンジにおいて6輪駆動車が2004年と2005年に4輪。 駆動車が2007年に出場し、2005年には完走している。以来、押し越し車はアメリカ国防総省のために技術開発を継続する。テラマックスは現在、アメリカ軍とイギリス軍に供給される。危険度の高い地域で兵士が攻撃や待ち伏せを受けないよう、偵察と貨物輸送に用いられる。2005年のテラマックスは3台のライター。 レーザー測距ユニットを備え、3台の前方監視カメラと2台の GPS 誘導装置を備えた。2005年のダーパーグランドチャレンジでは小規模な暴風に遭遇した。これにより車両は混乱した。午後5時ごろ、テラマックスは2番目のトンネルでセンサーの誤構成を起こした。この後、車両は左にそれたが安全に乾燥した。車両の平均速度は10.27。 マイルパーアワーだった。10時間の制限時間を超過したので乾燥者の中で唯一200万ドルドルの賞金は受け取れなかった。押し越しと国立ロボット技術センターはで2010年から2012年にコンボイ運用に特化した無人陸上車両の技術開発のためにアメリカ海兵隊戦闘研究所の講演を受けた。2013年国際無人機システム協会で MATV にデラマックスシステムを搭載する予定であることを発表した。この改修により MATV が無人地上車両となり、公平部隊での態度任務や危険地域での移動経路確保任務などへ利用可能であると提案されている。A、BBC のトップギアのシリーズ19においては、アメリカ合衆国ネバダ州をネバダオートモティブテストセンターを舞台にジェームズ・メイが運転する。 レンジローバーと対決した。ありがとうございます。